驚きの初回には大谷の明確な狙いがあった1年間安定して出続けるためにはやっぱりまあ最初の方でいい印象を残さないとなかなか使い続けてもらうのは難しいので二刀流として1年間戦い抜くそして成功するという覚悟を持って臨んだ一戦だった通訳の水原一平氏もその覚悟を強く感じ取っていた 誰が見てもやっぱり二刀流で成功できなかったら今後なかなか二刀流の道が減っていくというのは分かっていたと思うのでそういうプレッシャーもあったと思うし本人は例年以上にやってやるぞという気はあったとは思います46本塁打100打点26盗塁9勝2敗異次元の男が戦い抜いた歴史的なシーズンの裏には二刀流成功への排水の覚悟があった エンゼルスの大谷翔平投手27が24日午後9時から放送された NHK スペシャルメジャーリーガー大谷翔平から2021超進化をゴルーでインタビューに応じ打ってはリーグ3位の46本塁打に100打点26盗塁投げても9勝2敗防御率3.18と二刀流で日本のみならず全米の野球ファンを魅了した歴史的な2021年を振り返った 番組冒頭で大谷が語った3年間何もできなかったので昨年までのメジャー3年間は苦難の連続だった右ひじのトミー・ジョン手術左膝の手術何の心配もなく1年間野球に集中することが一度もできなかった3年間米メディアからは実験を諦めるときなどと二刀流に懐疑的な意見も出ていた 大谷は結果が出なくて、いらないと言われれば辞めるしかない職業なので。と淡々とか足りつつ、二刀流をやりたいなら結果を出すしかない。そのうちに秘めた熱い気持ちが現れていた試合が開幕4戦目のホワイトソックス戦。メジャーに来て初めて投手と打者で同時出場した一戦。投手、大谷は初回から160キロ台を連発。 その裏の打者、大谷は初球を完璧に捉えて1号。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。